こんにちは。1分でお答えするショート Q&A です。本日いただいたのは、和田アキ子さんがインプラント手術を失敗し再手術になったというお話を、ちょっとあれなんですが、和田アキ子さんによると半年ぐらい前から治療していたインプラントの手術がうまくいってなく、痛みが取れないことから再手術を受けたのだそうです。内容としては入れたものを取り出す手術だそうなんですが、これはですね、入れたものを取り出すっていうのは通常和田さんは怖いというふうになんか表現されてたらしいんですが、あまり、大したことがないというか、麻酔さえかければ通常簡単に取れてくるものがほとんどです。よっぽど複雑な場合、例えば、上顎の上側でサイナスリフトといって、骨を増やす手術等をさせていただいてて、その部分に例えば手術をさせていただいている、そこが感染したりすると若干厄介な時もありますが、通常は、インプラント体自体は抜いてくるのはもう本当に、揺れてるっていう状況下ですので、ほとんど苦労なく抜けてくるものだと思います。再手術の前には例えば骨を増やさなければいけない、そういった形で、もしかしたら抜いた時に、そのような処置をさせていただいて、当院だと BMP っていう、ちょっと骨を増やす薬等がありますので、そういった形で、できるだけ早めに骨を増やさせていただいて、やるっていう手術になったりすることがあります。本日は以上です。